どうもーはい、えー、YF さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今回ですね、えー、ドリアカセの Q&A になんと YF さんが答えていただいたということで、えー、動画の方をちょっと編集して使わせていただきたいと思います。はい。助かりますね。やっぱ心強い。YF さん心強いなぁ。まあ、あとね、YF さんがトヨタで部品なんかやってたっていうのはね、初耳ですね。はい。今ですね、 まあ、あと1週間ちょいでね、車の方を治ってきますんで、まあ、車1回治ったら、ちょっと首都高をちょっと走って、あとね、もう1回僕ね、東京でセミナーしようかなと思ってます。で、あと、ちょっとねど、あの、明日、明日になっちゃうと思うんですけど、日曜ね、ドリアカのフォローアップ勉強会やります。で、今日ね、会場を抑えてきました。はい、フォローアップ勉強会用のための会場をね、 えー、公民館ね、えー、近い公民館のところを押さえてきましたでそこの公民館でなんとそこの公民館安い4時間使って、えー、500円 <laughs> やっぱ米公民館安いねうんあ公民館安かったうんだからまあそのフォローアップ勉強会まだこっち東京にいるんですけどその公民館 えー、コミュニティセンター的なところを借りてやるんで、ね、日曜日の夕方18時ぐらいから放送しようかなと思ってますはい18時から放送しようと思ってます、はい、ドリアカのフォローアップ勉強会今月のねまあ明日、えー、明日と明後日て、まあ、メールちょっと打ってご案内しようかなと思いますけどまあそんな感じでまあぶっちゃけかこっちのね東京の方にいてもまあほにその 場所はあればね、どこでもできますし、うん、一応カメラも持ってきてますから、ライブ放送もできますし、うん。はい、まあ、そんな感じで、まあちょっとね、2月は帰れないというか、うん、なくなっちゃいましたけどね。だからまあ、車が治ったら車でちょっと帰ります、車で、はい。はい。まあ早くね、ちょっと鹿児島戻りたいんですけどね、僕も。あと、車もちょっと運転したいのもあるんですけど 鹿児島もうちょっとね、1ヶ月、1ヶ月ですかね、なんだかんだ言って。ああ、長かった。1ヶ月ね、1ヶ月向こう、空いてますよ。掃除してきてよかったなと。あの、ゴミも全部捨ててきたんですけど、よかったなというとこです。まあ、あとね、セミナーもやるということなんで、まあ僕もね、せっかく、あともう本当に2週間ぐらいかかると思うんで、3月のね、多分おそらく3月の、3月の、 えー、12あたりぐらいにセミナーやって、うん、あうん、3月の4日3月のあでも3月の5日セミナーやってもいいかな3月の5日セミナーやろうかなちょっと考えますうん3月の5日ちょっとセミナーやって帰ろうかなまあそのあたりぐらいには車仕上がってきてると思うんで うん、まあ1週間ぐらいね募集をかけて、まあ、会場をちょっと探してちょっとやろうかなと思います、はい、まあ急遽1週間ぐらいの告知なんでどれぐらい集まるかわかんないですけどまあちょっと探してやってみようかなと思います、うん、そんな感じで僕もねセミナーまた連発でやろうと思ってますんで頑張ります ということで、ま、今日ちょっとねあ、あんまないな、ぼやけないな。結構ね、もう動画撮ってるんですよ。この前も動画撮ってるし、あとこの動画撮った後、You さんからもらったやつの動画をつなぐための動画も撮るし、うん、結構動画撮ってます、また。で、ライブ放送今終わったばっかなんで、うん、はあ、ちょっとね、話疲れた。もう毎日話してますからね。 あとね吉谷社長シリーズも、えー、今溜まってるやつを全部精査して、えー、多分ね400本いくます、はい、で今アンケート溜まってる過去のやつも全部やっちゃってブワーッてもやっちゃってあのー、まあやれる分もやっちゃいたいなっていうところで溜まってるやつね溜まってるお仕事そういうのもちょっとやりつつ頑張ってますはい、まあ、そんな感じですね 鹿児島帰りたい。鹿児島の恋しい。ちょっと、ね、鹿児島帰ったらね、僕、トマトラーメン食います。トマトラーメン。もうご褒美で、ちょっと頑張った。今月、結構頑張ってるよ、僕、うん。セミナーもやったし、トマトラーメン、ご褒美で食いたいな。はい、またね、えーまあ、来月はもう、僕、こんだけちょっと1ヶ月間ぐらい、もう、こっち行ってますので、ちょっとね、1ヶ月、もう、東京の方にはちょっともう、当分で出ないように。 4月そうそう四月あたりにその久保さんと多分ね熱海で合宿やるんですよだそのあたりで車でまた戻ってきて熱海合宿してからまた全国回るみたいなのもいいかなっていううん熱海合宿を、えー、久保さんとね、えー、イリュージョンファイナルみたいなねイリュージョンファイナル合宿をちょっとね企画が立ち上がったんで熱海で4月合宿やってその合宿終わったら うん、全国回るとついについに全国、はい、今回ね、あのー、今回ね今回車で北海道まで行く車で北海道まで行きますからねだからちょうど4月後半だったらもう雪もね多分もうないと思いますからうんちょっと楽しみですね、まあ、こ今年はまあ全国出版で全部回りきってもう47都道府県はもう 完結したいなとさすがにもう,もう終わらしたいあのあのシリーズ <laughs> 47回るっていうのは早く終わらしたいですねもうあれが重,重りになってる47全部回るってやつ、うんはい、ではまたこの後動画撮りますけどねまあ y イフさんもセミナー頑張ってくださいまたセミナーねやったら報告待ってますので、はい、では